はじめの自由、ワンピースとドラえもん、中二病の科学。はじめての自由。日本で自由とは特に学生時代のことを指すことが多く、中二病という伝統だったり、支配からの卒業や盗んだバイクで走り出すものだったりという認識があります。今回は自由について考察します。まず中国から輸入した自由という言葉を分析してみると、自らの良しとなります。つまり俺的には OK や、自由とは俺的な OK が何でもありと言っていいのでしょうか。その場合世界中が戦国時代になってしまう。では理想的な自由のイメージを日本の二大アニメから掴んでみてください。タケコプター、メイクソー、どこにもドア、色のこれがもしかしやれるか君に。グランドラインはまだまだ君らの想像をはるかにしのぐぞ。敵も強い、君にこの強化な海を支配できるか。支配しねえよ。この海一番自由なやつが海賊王だ。そうか、やっぱり私モンキーちゃんのファンだわ。で、これなんです。二人とも自由で羨ましいでしょ。これなんです。二人とも自由で羨ましいでしょう。この羨ましさを具体化抽象へ言葉で説明いたします。初めての自由。ドラえもんは困っているのび太を助けるために自由に歴史を変えています。ルフィは困っている立場の人々を助けるために自由に歴史を作っています。それを対、非、非でまとめるとこうなります。1、困っている人たちのためにつま先から頭、かっこ脳まで全身を使って動き続ける。対、かっこ体力、困窮者が幸せに暮らせるために新しい物事の仕組みを想像しながらどんどん進んでいく。体、体力、知、知識、知恵、争いごとの数を減らす。愛と平和の仕組み、技。4、歴史に残るほど愛を勝ち取る。初めての自由。自由の初歩はある仕組みを作ることがデータです。天皇知らずのために自分的に OK な手法でやる気スイッチを入れながらラブ&ピースの環境を作るのであります。さらに1人から1000人とスポーツ科学で数字を打つ誰かを幸せにするための体力や知恵、そして技が身につきます。しかも自由に行動して愛されている、一挙両得感があって、それはたまりませんよね。誰でも取り組める科学的な初めての自由としておすすめです。Emergency press conference. 緊急記者会見。
も YouTube が収益化したらそのお金で作って世界中に配るんだ。だからチャンネル登録、高評価、ぐるぐるご視聴よろしくお願いします。それにならでかいミミクソ取れました。いつね色のこれがもしからあげなら飯にはい食えたね。Today's hit song, yesterday's hit, Yutaka Ozaki, 15 Nights. 本日のヒットソング機能のヒット尾崎豊、15の夜。落書きの教科書と外ばかり見てるのね。超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない。大人たちを睨む、仲間たちは今夜家での計画を立てる。とにかくもう学校や行く帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。中華街Hey!
Today's hit song, yesterday's hit, Yutaka Ozaki, 15 Nights. 本日のヒットソング機能のヒット尾崎豊か15の夜。Today's hit song, yesterday's hit, Lady Gaga. 本日のヒットソング機能のヒットレディーガガ、フリーウーマン。Today's hit song, yesterday's hit, Nami Amuro. 本日のヒットソング機能のヒット、アムロナミエ、Hope。Yeah, yeah.
Today's hit song, yesterday's hit Doraemon. どこでもドア。